ゲレンデの自動運転をご覧ください。じゃじゃーん。人生終わった。はい、じゃあ、さあ皆さんこんにちは。はい、本日皆さん僕一人スタートということで、本日は入道切りをしていきます。はい、皆さん初めてのゲレンデスタートですよ。皆さん、前はですね、赤川のあの MNA カー、メルセデス・ベンツからオープニングをしてたんですけど、これからは、このゲレンデちゃん、この黒川でオープニングをしていこうと思います。ってことで、本日の企画、自動運転していないことに気づいたら、兄はどうするのかでしょう。自動運転ドッキリでございます。はい、皆さん、こちらのメルセデス・ベンツにはオートクルーズというモードがあって、まあテスラほどではないんですけど、まあ半自動運転モードがついております。まあ自分がね、好きな速度を設定したら、アクセルを踏まずにブレーキを踏まずに運転することが可能なんですよ。例えば前にタクシーがいたら、そのタクシーに合わせて時速50キロと設定すると、一切自分はハンドルも持たずにアクセルも踏まずに運転してくれるんですよ。本日はその設定を僕は解除します。どうなるのかというと、兄は前の車に設定したはずなのに、何もしないでも止まると思っているのに止まらない。兄は今モデルの撮影に行ってるんですけど、僕は兄の撮影を今このゲレンデの中で待っているわけなんですよ。まもなく撮影が終わってここに来るんですけど、本日はですね、偽企画として兄にこのように伝えました。ゲレンデに1ヶ月乗ってみての感想、そのような僕らは動画を撮るわけなんですよ。で、その動画の中でまあいろんな良さを紹介していくんですけど、その時に僕はこのように伝えます。エムレ、このゲレンデの自動運転も一回試してみようよと。それでは皆さん、自動運転を解除して兄に自動運転をさせていこうと思います。来ました、兄来ました、兄来ました。お待たせ。お疲れ様です、エムレ君。お疲れ様です。いやー、撮影後にさ、このさ、ゲレンデに帰ってこれるのなんか嬉しいな。当たり前だろ、お前、2500円もする車がお前のことを待ってたんだぞ。これで何が待った。皆さんもお前のこと今待ってるんだよ。いやーはー、今日珍しいじゃないの、自分からカメラ回ってること言うなんて。いやらしいね、あなた。まあ今日はですね、今から言いますけど、ドッキリでも検証でもモニタリングでもございません。喜ぶな。やっぱね、僕もね、まあ YouTuber として同じことばっかはやってられないんですよ。毎日毎日ドッキリ飽きたよね。ねえ、まあ、それよりさ、みんな邪魔、こいつ見て、あのみんなスクショタイムしたいなって見て。今、はい、今さ、やっぱかっこいい音がかっこいい車の中に乗ったからさ、ちょっと黙ってて、お前のブサイクな声誰も聞きたくない。はい、本日の企画を説明します。よいしょ。はい、本日はですね、ゲレンデに1ヶ月乗ってみての感想でございます。マジの平和なやつだった。よいしょ。よいしょ。はい、エムレ君、まあ本日はですね、お家に帰るまでの間カメラ回すんですけど、うん、まあこれにまあ約1ヶ月間乗ってて、はい、まあ前のベンツとまあ違うところ、うん、まあやっぱこの車にしかないもの、うん、まあ走り心地などをまああの皆さんに紹介してください。なるほどね。まあ本当に基本的にね、あのまあベンツはベンツなんで、すっごい変わったところはないですけれども、まあモデルも全然違いますし、うん、形も全然違うし、まあ多少はあるね。それは多少とか結構あるな、うん、それではエムレ君、ゲレンデのスタートの仕方を教えてください。前のベンツはこっちだったのにボタンがこっちになってる。もう毎回なんか泣いちゃう、こういうの。もういいからさ。いきます。おお。これ夜見せたいんですけど、みんなにちょっと後でやってみよう。これね、押すじゃん。で、ライティングがさ、ピュ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 みたいな感じになるの。アンビエントライトか。違う違う、アンビエントじゃないの。え？あの前のヘッドライトが、あー、なんかわかんないけどイルミネーションみたいな感じでピュ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 みたいになるの。あれかっこいいよね。さて、ちゃんと走るのか。これ何？未だにわかんない。GPS を受信しましたって。いやいや、これはお前ドライブレコーダーだね。ああ、なるほど。行きます。だから当たり前だって、何のためにお前入れてんだってなあ。お前 ETC カードを、お前 ETC カードだろ、バカだれ。はい、あの後ろもこのようになっております。はい、まだね、ちょっと昼間なんでアンビエントライトはそこまで目立っておりませんね。ここ一緒ね、ここは。はい、レバーこれ下に下げます。これがまあギアですね、ベンツの。うん、でここウィンカーね、左にございます。ウィンカーは同じですね、前のベンツと。はい、アルファードとかはこっちかな、国産車はね。うん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 。でウィンカーが右に出ております。右に出てるときは左に行っちゃダメよ。まああのそういうのはちょっといいかな。今日今ね、手汗かいてんの。やっぱこの車乗るとき毎回手汗かくからさ、ちょっと舐めて。ここさ、なんか買えばいいじゃん。何？ハンドルカバーみたいな。いやでもね、これ本革だから逆にね、あのなんかダメになっちゃうんだって、革が一瞬で。村、これ何、これ何のためにあんの、これ。
これ何？お前ウィンカー出させておいてさ、話すな。わかった。じゃあウィンカー一回止めるよ。何？何が聞きたいの？これ何これ？これは、だからこれ。これで操作すると。でも僕あんまここ使ってない。実はね、すごいいいのがあって、ここでももちろんできるんですけど、ここ見て、近づいて、ここに黒いのあんじゃん、みんな。あ、この黒いのでもうこうやってタッチするといくよ。これタッチするとこっちできるの。へ、でこっちの黒は何かというと、ここ、例えばこうやってこっち。なるほどね。じゃあ山田くん、1ヶ月乗ってみて、まあ、どんぐらいリッター、リッター、うん、リッター、高速ではマジで11。おお、11も出るんだね。で普通だと7、8。おお、まあいいじゃん、街乗りで7もあればすごいよ。いや、一番やっぱ今でも驚いてるのはここだね。ああ、お前もなんかくすぐったいくすぐったい、うるさいじゃん。うん、ここね、本当になんかカーブの時思いっきりこう閉まるんですよ。そうそう、閉めてくれるのよ。でこれ、あの強度とかも選べて、これ今強くしてます僕。押されるよね。そう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 、カーブ思いっきり曲がる時これがね、あの助けてくれるんですよ。落ちないように。落ちるわけねえだろ。まあ安定感もあるよね。そういうことでございます。最後でございます。行きましょうか。じゃあ行きましょうか。それでは皆さん、レッツゴー。すげえ、360当たり目だろ。おお、でも動いてる時もこれ見れるんだ。こっちに置くとやっぱこんな感じに見えるんだね。いやいや、みんななんかそこに置くとさ、スクショタイムしたくなるの、うん、いや、もうスクショタイムはいいです。飽きました。いいね、本当に素晴らしいね。この緑と合ってるよね、ここら辺の緑と。え、でもやめれ、思ったよりなんか映りいいよね。ね、なんかちょっと心配だったよね。ね、前の車と全然違う形だからさ、うん、でもちゃんとやっぱさ、サンルーフもあるから、うん、だってポルシェもさ、ベンツも黒ではなかったんよ、今まで。そう、初めての黒でちょっと心配だったんですけども、うん、でもこの黒、うん、普通の G400 の黒と違うのよ。うん、なんか確かに高級感ある黒だね。当たり前でしょ、お前。これすごいよ。普通の、マジで、あれだよ。これ G63 とかのシート。うん、まああの、前の動画でも紹介したんですけど、うん、いい革を使ってます。めちゃくちゃいい革を使ってるみたいで、うん、なんか、個人的にはこっちの方が好き。はい、エムレ君、今前に赤い車止まってますよね。そこまでは別に言わなくていいと。はい。はい、その赤い車を、ターゲットに自動運転してみましょう。一回見つけたターゲット、獲物は絶対に逃がさない。はい、皆さん、ゲレンデにはですね、オートクルーズという、まあ、モードがあるんですけど、まあ、メルセデス・ベンツ全般にあるんですけど。前のベンツにもございました。よく使ったね、渋滞時の高速道路、マジで便利だった。はい、アクセルを踏まずに、自動運転してくれるんですよ、前の車に合わせて。素晴らしい。やってみようよ。このボタン押すとできるよ。でもあんま試したことないんだよ、これで。できるよ、これで。てか、初じゃね、この車で。マジで初。できんのかな。いや、できるでしょ。じゃあ、このさ、前の赤い車追いかけてみようよ。行くよ、みんな。信号変わった。行きます。はい、まず押します。押して。時速50ぐらいにやるよ。今ね、ちょうど50ぐらいにやってるけど。うん、これで、手を離して、アクセルも踏まず、ブレーキも踏まず、勝手に運転してくれるんですよ。よ、一応、まっすぐな道でやりましょうか。行きまーす。オッケー、もう離していいよ。ゲレンデの自動運転をご覧ください。じゃじゃーん。人生終わった。じゃじゃーん。止まるって、お前ブレーキ押さなくても。でも止まる止まる止まる。止まってよ。なんで止まらなかったの。おい、この野郎、何がどうなってんだよ。おい、なんで止まらなかったの。え、なんで今止まんなかったの。止まった。え、もう一回試そう。止まるでしょ。いいよ、離して離して。止まる止まる止まる止まんねえから、お前動いてんだろうがよ。押せ押せ押せ、ブレーキ押せ。止まんねえから動いてんだろ。何が止まる止まる、うるせえんだってさっきから。もう一回やってみ。止まる。スミラーヒラフマネロヒ。離してみて。止まるだろ。いやいや、止まるどころか曲がってないんだって。いつもハンドル曲がるのに曲がんないの、ハンドルが。お前自動運転とかしてねえじゃねえか。違うんだって、ハンドルも曲がるの。行くよ。曲がれ曲がれ曲がれ。アディアディラ。おい、自動ブレーキねえじゃねえか。は？は、不良品じゃねえかよ、お前。なわけねえだろ、お前な。お前の体変えるよ、お前。この金額で不良品なわけねえだろ、ふざけんな。え、だって自動運転適用されてないよ。調べてくんね、今。いやいや、何を調べるの。いや、ベンツベンツベンツ。多分だから設定でオフにしたんじゃない。じゃあベンツを調べて、今から車に持ってく。だから俺が設定でオフにしたから自動運転になってないんだ。何つった今、何つった。はい、自動運転してると思ってて、自動運転してなかったら兄はどうするのかでした。お前、お前だよな。
おい、やめろ、お前、まだ1ヶ月経ってないんだって、1ヶ月経ってないと、お前、工場とか無理なんだって、ね、いくらお前、新車保証でね、なんとかなるとか言っても、やだよ、お前、大事に乗りたい車、お前、いきなりバカみたいに故障したら、やだよ、お前、自動運転一番使うもん、俺。安心してください。僕が設定で自動運転をオフにしただけでございます。当たり前だよ、お前、できねえわけねえだろ、お前。なあ、なんで前のベンツもできたのに、お前、これ、最新のお前、ベンツなんすよ、ふざけるわよ、お前。バッて止まらないといけないんだよ。なんなら空飛んでもおかしくねえぐらい、お前。帰ってください、これ、来てください、来てください、よいしょ、よいしょ。まあ、マジ焦ったわ。やめとけ、お前、こういう心臓に悪いドッキリは。はい、設定オン。はい、これで自動運転できるよ。やってみ。今オンにした？うん、やってみ。あ、いかじゃん。はい、うん。はい、設定オンな。OK、行くよ。やるよ、やるよ。行くよ。おい、止まんねえぞ、お前。ええ、ピーマン、ガチでお前。え、止まんなかったよな。えってことは、これ、ガチで、ガチで自動運転ぶっ壊れたってこと？ドッキリのはずがガチだったってこと？いや、これみんなに言いたいって、お前、だって、MN側の自慢気にお前買って2500万円なあの車がまだ1ヶ月も経たないうちにお前一度お前、お前これガチで僕はえ、まだみんな見てた。カメラ切ってなかったよ俺。だからさ、やめてくんねえよお前。恥ずかしいんだって。お前見られたくないんだって。俺こういう、どうする、壊す、投げる、今ね、今から高速乗るから、首都高から投げよう、これ。うん、投げる、もうすぐ投げるから。何人ちょうだい、聞こえよお前これ。お前普通に動くよ、見てみんな。はいはいはい、うん、動くよ。ほらほら、勝手に止まる、行くよ。うん、嘘だよ。ほら止まった、ほら止まった。お前がブレーキ押したからだろ。ちげえよお前、これ何言うんじゃ、早く言えよお前。これ自動運転所だよ、自動運転所だよ。